美子です。今日はサウスケンジントンに来ました。今からビクトリア&アルバートミュージアムに行こうと思います。サウスケンジントンは地下鉄の駅です。黄色が目印のサークルライン、緑が目印のディストリクトライン、または濃いブルーが目印のピカデリーライン、この3つの路線が乗り入れています。駅周辺にはいくつものミュージアムが立ち並んでいます。本日向かっているヴィクトリア&アルバートミュージアム、そしてお隣にナショナルヒストリーミュージアム、日本語では自然史博物館と呼ばれます。そしてその奥にはサイエンスミュージアム、科学博物館があります。科学博物館の向こうにはインペリアルカレッジ、それから英国王立音楽大学があります。さらにそのお迎えがかのプロムスが行われるロイヤルアルバートホールです。さて本日の目的地が近づいてきました。こちらがヴィクトリア&アルバートミュージアムの建物です。博物館の名前のヴィクトリアとアルバートというのは女王様とその王輩の名前です。1876年から1901年に在位していたヴィクトリア女王は夫のアルバートが大好き、そして文化的なことに関心が高かった女王は夫の名前を冠した博物館と音楽ホールを建てさせました。博物館の創業自体は1852年ですが、当時は別の場所にありました。何十年もかけてこの建物が建設されて、公式に今の名前でオープンしたのは1899年のことです。ちょっと花より団子感が否めないんですけど、とてもお腹が空いてしまったので先に食べます。ヴィクトリア&アルバートミュージアム以下 V&A のカフェは人気スポットです。甘いものもしょっぱいものも楽しむことができます。この日私は本日のスープを頼んでみました。ブロッコリーとチェダー、そしてちょっとしたパンもついてきます。お茶はペパーミントティーです。ここ素敵な内装で有名なんですよ、こちらのカフェ。 V&A のカフェは博物館にあるカフェとしては世界で最初のものだと言われています。創業時はロンドン中心部から離れた場所にあったために、飲食の場を設けることでより多くの客足を望めるのではないかと考えられたため設置されました。カフェのテーブルは3つの部屋にまたがっています。いずれもウィリアム・モリスが手掛けた壁紙が使われています。特にこの日私が座っている場所はモリスルームと言われるところです。ところで食文化が乏しいと思われがちなイギリスですが、そのスープ文化の多様さには驚かされます。ありとあらゆるカフェで本日のスープが提供されていて、その多くがこのようにパンと一緒にサーブされます。こちらのカフェではバターもつけてくれました。スープはお野菜も豊富ですし、お昼にさらっと食べるにはとてもいいメニューです。ここで論文をちょっと書きます。 V&A のカフェはテーブルも広いのでワーキングスペースとしても人気です。特にこの日のように平日の日中ですとかなり席に余裕があります。でももちろん展示も見ていきますよ。むしろ展示を見に来たんですから。まずは石膏のコーナーから始めましょう。端に座ってデッサンをしている人たちが見受けられます。また V&A はファッションの展示に強いことでも有名です。クラシック音楽を奏でるものとしては古い時代の衣服にも大変興味があります。そしてこちらは私のお気に入りのお部屋、ラファエロの大きな絵が飾ってあるお部屋です。時のローマ教皇に依頼されて描かれた
大きな絵たち。この大きな絵に囲まれていると、日々のさまつな悩み事がどうでもよく思えるんです。たまにこうしたエクストリームなものに触れると、頭の中を空っぽにできるような気がして、この部屋が好きなんですよね。せっかくですから他の展示も見ていきましょう。フロアを上がって1階、アイロンワークのコーナーに来ました。いろいろな鉄が加工されています。階段の隙間も埋め尽くすような展示品の多さが V&A の特徴です。大きな建物とその収蔵品の多さゆえに、一日で全てを見るのは難しいです。私も未だに見たことがない展示がたくさんあります。ですから、何度も訪れて少しずつ開拓していくのがこのような美術館の楽しみ方でしょう。幸いにして V&A の常設展は誰でも入場料無料で見ることができます。イギリスでは常設展が無料の美術館が本当にたくさんあるんですよ。アイロンワーク初めて来た。すごいよね。でもめっちゃいいね。面白い。こういうのとか、ほら、あ、見えない。こういうのとかさ、ドアとか、面白いね。確かにイギリスってこういういろんな飾りの門とか見るよね。まとまって展示になってんの面白いね。鍵の方がいいね。めちゃでか鍵。そうだよね、鍵を刺す先といえばこういう宝箱だね。ビスケットの缶小さいよね。かわいい。このサイズめっちゃかわいいね。これさ、ミニチュアなのかな、それとも本当にこんなちっちゃいビスケット入ってたのかな。この日は今まで行ったことがない部屋を中心に訪ねてみたいと思って、その後も2階に上ってイギリスの歴史のコーナーに行ってみました。本当に収蔵品が多いので所狭しと並んでいますよね。近年ではこうしたものが博物館のものなのか、それとも侵略した国々に返すべきものなのかということで、博物館はかなり揺れています。さらに3階に上ってみると陶器のコーナーがありました。どうしましょう、すごい数です。奥にも広がっています。これだけのコレクションを体系立ててカタログにまとめて、そして展示する、この作業は本当にすごいと思います。学芸員さんのお仕事の賜物ですよね。階段もすごいよね。すごいよ。もうこんなの聞かなきゃ。この日は王立音楽大学の演奏会に伺う予定があったので美術館に寄ったのですが、展示品に見とれていたら時間がギリギリになってしまいました。ということで今回の卑弥呼の V&A ツアーはここまでとなります。ほんの一部ですが、少しでもこの空気が皆様に届けば嬉しいです。ロンドンにお越しの際は、ぜひ訪ねてみてくださいね。
以上、本日はちょっとビクトリア&アルバートに来ました。